はい。はい。申し訳ございません。しかし今回の取引は、はい。前提条件でそういう、はい、お約束させていただいたつもりだったんですが、説明不足でした。申し訳ございません。はい。今後このようなことがないように、はい、させていただきます。ここの信号長すぎな。本当に申し訳ございません。ここの信号長すぎ問題だ、はい、マジで。かしこまりました。少々お待ちください。はい。ごめんなさい。ちょっと、お腹痛い。ちょっとトイレ行きたいんで、ちょっと、僕のふりして電話しといてもらっていいですか？すぐ戻ってくるんで。え？僕のふりして電話しといてもらっていいですか？誰ですか？一旦切れ、取引先なんですけど、一旦切らしてもらえるんで。無理。いや、もうすぐ戻ってくるんで、すいません。あ、申し訳ございません。はいはい。あ、なるほど。それにはね、具体的なアイディアがございまして。お願いします。いや、フリーランやろ、フリーランやろ。何で前振り？ああ、そうなんですよ。はい。ああ、いや、ですね、実は具体的なアイディアっていうのはですね、具体的なアイディアを伝えようとするんですけど、その具体的ってどこまでが具体的、はたまた抽象的かっていう言葉があるじゃないですか。ええ。で、抽象的なのか具体的なのか、ちなみにどちらを望まれますか？はい。ええ。ああ、さようでございますか。まあ、それは当然具体的な方がいいですよね。でも実はですね、要は、例えば10年計画、20年計画、30年計画、40年計画、50年計画、60年計画、きりないわけですよ。はい。ありがとうございます。はい。分かっていただきましたか。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。めっちゃきついです。丸く収まりました。よかったです。よかったです。あ、もしどうしたん？え？別れたい？おい、電話の振り幅どうなってんの、こいつ。どういうことなの？いや、ちょっと待ってや。ほんで信号長すぎな、ここ。まだ付き合って1年も経ってないのに、なんで別れたいって。付き合って年月関係ないやろ。ちょ、おかしいやん、そんな急にさ。別れたいとか、ね。いや、だって、ごめんなさい、ちょっとまたお腹痛くなっちゃった。何食うたん？ちょっと僕のふりして、どうしてもですか？なんて、もう、こう、声はええやん、別に。すいません。いや、これはええやん。今大事な電話です。これはええやん。いや、俺が言いたいことはただ一つ。なんで振り作んねん、いつも。いや、二つあるかもしれない。でもここは一つ、二者択一。お前とずっと一緒にいたいんだ。それだけ。伝わるよな。そうだろ、伝わっただろ。だから言ってんだろ。俺はずっとお前と一緒にいたいって。言ってくれなきゃわかんないってさ、何回も言ったじゃん。俺はお前に一つだけ言いたいことがあるの。それは、結婚しよう。あ、ごめんな、電話でこんなこと言って。うん。また改めて、うん。会った時に言うわ。はい、はい。ふぅ。うん、ありがとうございます。なんかいい方になんか転がりましたね、今とも。あとはトイレから帰ってくるとき走ってこい。あ、ありがとうございます。うわぁ、よかった。なんとかなった。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。この信号本で渡らんの。渡らんねや。ほんま長い、ここ。もしもし、部長。ちょっとおかしいじゃないですか。僕、会社の中でね、すいません。はい、ちょっとトイレ行きたくなっちゃって。あ、前の人。部長と電話してて。はい。ちょっとだけ、電話しててもらって。部長と今、大喧嘩してて。あ、そうなんですか。はい。はい、部長、おかしいでしょ。これだけはやらせてください。なんでいつも振り作んねん。僕はあなたのそばで働きたいんだ。いや、だってそうじゃないですか。僕は部長にいろんなことを教わったんで、恩返しとして、共に働きたいんですよ。いや、伝わってくれたらいいです。わかりました。ありがとうございます。よかったです。すいません、こちらこそ熱くなってしまいまして。はい。では、失礼します。どうしたどうした大丈夫だった。ありがとうございます。言っただろ、前も。走って戻ってこい。電話終わっちゃった初めて。言うたです、マルコさん。そのパターン初めて。ありがとうございます。あ、メール来た。あ、出世が決まった。ありがとうございます。いいっす。ぜひ、読んでください。ピント測ります。ジャルジャルに興味あるやつっていう。あ、ちょちょちょ。ピント測ります。なんて言うんだろう。こう、いわゆるサロンのやつとかやってるんですよ、長い間。で、どういうとこなんだって。いや、それこそね、いつも配信があったり、いろんな動画があったりとか、コンテンツがたくさんあったり、それこそなんかこう、ロケするときに、エキストラの方とか、呼んでもらうために、そういうやつやってんだけど、あまりにも不可解だし、わかんないじゃん、どんなところか。だから、こういうふうに告示動画撮ってんだけど、これ見たからって、よし、私ネタサロン、俺ネタサロン入ろうと思わないよね。その感覚が実は正しいんだけど安定した
ジャルジャル。